SYK と書いてサイと言います。どうもサイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報を復習考察こねた感想を中心に扱っています。今回は前回に引き続き MCU フェーズ4の映画スパイダーマンノーウェイホームの予告をもとに考察していきます。また他のマーベル関連動画も出していますのでそちらもぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、驚きと感動と戸惑いが一気に押し寄せたスパイダーマンノーウェイホームの予告。予告を見る限り今作の先般はストレンジのように思えますが、前回の初見考察動画ではストレンジは偽物なのではという考察をしました。今回はそれを少し補足していきます。まずは一般人の違和感。これまで幾度となく人々を助けてきた親愛なる隣人スパイダーマン。しかしミステリオの虚偽の告発により一気に非難の目を向けられるピーター・パーカー。ミステリオ信者がいて彼らがピーターを非難するのは納得はいきますが、予告の23秒のシーンでは警察すらもピーターを信じていない状態。集団心理のせいにしてしまえばそれまでですが、前回紹介した原作に登場するヴィランのメフィストがドラマワンダビジョンの時のワンダのように一般人を集団的に操っていたらどうでしょう。もしそれが可能であればピーターがストレンジを頼るように仕向けたとも考えられます。次は予告の2分11秒のシーンの違和感。このシーンではスパイダーマンとストレンジが列車の上に乗っています。一見何の違和感もないように思えますが、なぜ2人は対面しているのでしょうか。2人が協力しているのであれば2人とも進行方向を向いているはず。しかしもしこれがスパイダーマンと偽ストレンジの戦闘シーンであれば2人が対面しているのも納得がいきます。考えすぎかもしれませんが、個人的にこのシーンが一番違和感がありました。次は予告ラストシーンに関して。ドクター・オクトパスがなぜトム・ホバン・ピーターをピーターと認識しているのかは前回の動画で触れましたが、予告ラストのシーンはフェイクの可能性ももちろんあります。これまで MCU 作品では予告にあったシーンが劇中になかったり、予告に CG 処理がされて実際とは違うシーンになっていたりなどの前例があります。このシーンのピーターの服装はサムライミ版スパイダーマン3の冒頭でトビー・マグワイア演じるピーターが着ていたスーツと完全一致。もしこれが実際の劇中ではトビー・マグワイアで、予告では CG 処理でトム・ホランドになっているとすれば、服装の疑問やドクター・オクトパスがトム・ホバン・ピーターをピーターと認識しているのも納得がいきます。またこのシーンでもう一つ注目すべきはドクター・オクトパスのアームのライトです。彼のアームのライトは制御装置があった時は白い光ですが、制御装置が壊れアームが支配している時は赤く光ります。つまりこのラストシーンのドクター・オクトパスはアームに支配されている状態だと言えます。ドクター・オクトパス役のアルフレッド・モリーナはサムライミ版スパイダーマン2のラストで、川に沈んだ直後から彼の物語が始まると明言しています。スパイダーマン2のラストではドクター・オクトパスは自我を取り戻しましたが、予告のラストシーンから察すると再びアームに支配されてしまったのかもしれません。次はパンプキンボムに関して。予告の2分23秒のシーンではサムライミ版スパイダーマンシリーズでグリーン・ゴブリンが使用していたパンプキンボムが確認できることから、グリーン・ゴブリンも今作に登場するかもしれないという期待値が上がっています。しかしここで思い出してほしいのはピーターの親友のネットです。スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム公開時に公式ツイッターが公開したビデオクリップではネットの本名がエドワード・リーズであることが判明。原作のエドワード・リーズは洗脳によりオブ・ゴブリンというヴィランになっています。また今作の撮影時にネット役のジェイコブ・バタロンは45キロの減量をしていたり、予告でネットが一瞬しか映らなかったことから、あのパンプキンボムの持ち主はホブ・ゴブリンことネットのもので、彼を洗脳しているのは前回の動画で紹介したメフィストなのではと考えてしまいます。このパンプキンボムは明らかにグリーン・ゴブリンのものだろうという声もあると思いますが、ドラマワンダビジョンのクイックシルバーの件があるため全てを疑ってしまいます。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想や考察もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。